犯罪解説系 YouTuber。 旭川女子高生殺害事件の考察動画に対し、毎日名誉毀損の申し立てを受けていると明かす、がネットで話題。内容はこちら。旭川女子高生殺害事件。もしかすると、ものすごい闇があるのかもしれません。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。6月25日、懲役太郎、登録者数48万人が YouTube を更新し、旭川の女子高生殺害事件を扱った動画に、名誉毀損の申し立てを受けていることを明かしました。懲役太郎によると、サブチャンネルの方に、丸粉の〇〇という文言が引っかかる、といったきちんとした形式で申し立てがされているとのこと。身体的な特徴や家族構成、住所といった個人情報を出しているわけではないのに、通報されていると言います。また、旭川事件の解説動画を投稿している他の YouTuber にも通報が来ているそうで、高雪ツイストクラブチャンネル、等4万人に至っては、1時間に1本のペースで通報されているとのことです。懲役太郎は、誰から申し立てを受けているのか明言を避けつつ、何か言われて嫌なことがあるのでしょうか。こんなことは私、6年7年やってますが、初めてのことです、と困惑した様子を見せました。これは、深い闇を感じざるを得ない。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。旭川やばすぎだろ。というか、この事件どんだけ闇深いの。旭川市は闇が深いですよ。行政もやられてます。あの学校のもみ消し具合は、冷徹な民語だけじゃ片付けられないしな。何らかの権力が動いてるやろ。まだ19歳の女の実名は守られてるんか。この事件、本当胸クソ悪いし闇が深いよ。旭川女子高生殺害事件は、もしかすると、想像を絶するほどにヤバい事件なのかもしれませんね。次はこちら。加害者の親が申告していそう。動画がどんどん増えたら対応できなくなるやろ。でっち上げとかならともかく、やったから扱われる。嫌なら犯罪なんてしなきゃいい。上級国民がお住まいなのか、はたまた親戚がいるのか。やっぱ加害者の親に悪系の権力者おるやろ。申告は旭川市教育委員会だな笑い。今でも各学校で何か隠蔽してそう。旭川って一体何があるんだ。一体誰が妨害をしているのでしょうね。次はこちら。札幌住まいだけど、道民から見てもやべえやつ多いからな。旭川は何から何までやばいからな。旭川ナンバーの車は運転やばいし。ここも、ホラー映画とか都市伝説にある、奇妙な因習のある呪われてそうな地域って印象しかない。あそこはもう、街ぐるみでって印象が拭えない。被害者がコンビニで店員に助けてと言われたのに助けなかったのも旭川。旭川って、いじめとラーメン以外に何があるの？旭川、暴対法どうなってんの？あそこだけ治外法権だから。旭川のイメージが、どんどん悪くなるばかりですね。最後はこちら。統計は、地域によっては地元の有力者の言いなりだから注意な。普通に揉み消すよ。旭川が街ぐるみで隠蔽してるんやろ。犯罪都市やからな。さすが赤い大地と言われてるだけのことはあるな。都の旭川の事件だよ。いっぱいありすぎる。1996年の旭川女子中学生集団暴行事件までつながる。旭川って、このままほっといたら、これまでとは比較にならない何かを引き起こすんじゃないの。いや、徹底的に暴いた方がいいな。懲役太郎は何も悪いことしてねえ。この問題を考察している YouTuber は、妨害に負けずに頑張ってほしいですね。結論。北海道旭川市の渓谷にある橋から、17歳の女子高校生を川に落として殺害したとして、2人が逮捕された残忍な事件。この事件は、調べれば調べるほど、背後関係を含め、闇が深いことが明るみになりつつあります。今回の動きは、そんな状況に危機感を感じた何者かが、
犯罪解説系 YouTuber の動画に対し名誉毀損の申し立てを行っているということなのでしょうか。この事件は実際に起きた事件であり、その事件を考察するのは個人の自由です。悪は裁かれなければならない。ただそれだけの話だと思います。とにかく旭川女子高生殺害事件を追っている全ての YouTuber には、妨害に負けずに頑張ってほしいものです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。